こんばんは、千葉優です。一斉です。あと3人いたら SPC で す。よろしくお願いします。ということで3回目始まりました。はいはい、はい、千葉優、どういった番組でしょうか。はい、はいはい、この番組は県内で活動する一応ラップグループ SPC による音楽あり、うんうん、笑いありのレディオです。チェケララジオでいいぜ。沖縄市パーカーベニュー FM 小座より生放送中。 FM 小座ではスタジオの様子を実際に見ることができます。見に来てくれ。さらにラジオが聞けない地域でも携帯やパソコンから FM 小座のホームページに行っていただくと、ユーストリームやツイキャスで生の動画を見ることができます。動画もチェック。こちらは沖縄県内はもちろん県外や外国でも見れるぞ。よっ、何でもいいぜ、検索してくれ。FM 小座のホームページは Yahoo や Google で FM 小座と検索してください。はいはい。放送中でも FM 小座のメールアドレスや SPC の Twitter から随時我々へのメッセージを募集しております。はいはい、募集してますよ皆さん。一斉さん、メールアドレスよろしくお願いします。はい、まず、メールアドレス件名の方に SPC と書いていただけたら僕たちがメッセージ探しやすいんでよろしくお願いします。メールアドレスの方がこちら、761@fmkoza.jp 761@小文字で fmkoza.jp すいません。はい、ね、ツイッターは SPC アンダーバー沖縄、 SPC アンダーバー沖縄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユーストリームやツイキャスからのコメントもどしどしよろしくお願いします。お願いします。はい、一斉さん、はいはい、第3回のテーマは、はい、第3回目のテーマ、はい、ジメ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 、はい、ね、沖縄も梅雨入りしまして。いや、梅雨入りしましたね。ここ最近ずっと雨ですよね。いやさ、うんうん、ずっと雨降っていて、うん、まあそうだね、こっちに来る間だけでも、うん、靴が濡れちゃってんのよ、もう、うんうん、もう帰っちゃっていい。おい、ラジオラジオ、いやいや、もうポジティブに明るく、上がらないよこんなんじゃさ、明るく行こうよ。いや、まあ、気を取り直してさ、はいはい、明るくラジオなんだし、ジメジメを吹っ飛ばすぐらいの勢いでさ。なるほど、やっていこう。じゃあテンション上げていつものようにポジティブにお送りすればいいですね。気を取り直して、はいはい、伊勢さん今週どうでした。なんもつまらねえよ今週。おい、梅雨前線お前に直撃か。ポジティブに行けばいいの。もっとポジティブに行こうよ。ジメジメしすぎだよ。そうですか、じゃあポジティブに行きましょう。うんうん、ポジティブに行っていこうね。さあさあ、まあ、今週はね、うん、もうやっぱずっと雨でしたね、ちょっと暑い時もあったんだけど、今日は肌寒いよね、はいはい、今日肌寒いですね。我々今日ね長袖着てきて被るっていう。ね、さっきこちらの働いてる方に今日は何かの仕事帰りですかって言われちゃいましたね。いやいや、家からですって。同じような服装してますけども、まあね、本当にジメジメしてたらね、もう、うん、いや、肝をね、めいっちゃうところもありますけど。そうですね、確かに、はい、今日はね、このラジオを聞いていただいて、はいはい、ね、僕たちもわっしょい頑張ってパワフルにハッスルしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おい、だからそれそれ、それもポジティブにね、カビ入ってんじゃないの。もうキッチンハイターお願いします。ポジティブにいきましょう。はいはい、じゃあポジティブにいきましょう。そうですね、ポジティブといえば、うん、やっぱ最近ですね、はい、まあ、仕事や、はいはい、何か疲れることがあってもですね、うん、このラジオがあるから、ああ確かにそうですね、日曜日まで頑張ろうっていう気になって、はいはいはい、この1週間がちょっと短く感じちゃったりして。確かに先週も第2回やったと思ったらもう3回目ですもんね、うんうん、やっぱこのラジオがあるって思うと、この普通の生活でも、うん、あ、これラジオで使えるかもとか言ってメモしたりしてさ。ああ、確かにそういった意識、アンテナ張るようにはなりましたね、うんうん、これはもうやっていこう、これは話しようと思ったんだけどね、うん、今ね全部忘れた。もう空白ですね。空白空白、今週何したっけみたいな、まあ、確かに1週間は早くてですね、うん、まあ、僕もこういうふうに何を喋ろう何を喋ろうって実はこうノートいっぱい書いてるんですけどね。ほうほうほう。でも千葉優、はい、僕も忘れました。お前もか。お前もか。まあまあ、こういうふうに僕たちまだまだど素人なんで、いろいろメッセージとかも送っていただけると助かります。はい、メッセージも、ね、送ってください。僕たちもね前回ね、はい、ちょっと読めなかったとかもあるので、うん、今回はねもう皆さんのメール来たらいっぱいね読んでいこうと思うんですけど、うん、今日はもうメールいっぱい読んでいくぞ特集でもありますね。はいはい、お、ちょっと僕ですね今メールでも確認したんですけど、はいはい、1件来てます。お願いします。はい、こんばんは。お、こんばんは。ガネコのガロと申します。あ、先週も送ってくれてたね、はい、うん、SPC が3週連続で聞いてますよ。一斉さんと千葉優さんに質問です、はいはい、一番好きな寿司ネタは何ですか。ちなみに僕はアボカドサーモンですとのことなんですけど。なるほどですね。寿司俺大好き。寿司、まあ、寿司大好きですけど、うんうん、僕も。一斉はどういう寿司が一番好きなの。そうですね、まあ、僕はオーソドックスに、はい、まあ、マグロとかなんですけど、うん、僕なんかのような低海藻のやつが食べていいのかなと思っちゃいますね。だからお前がジメジメずっともう梅雨入りです僕の心も。いやお前鮮度が命だからね。ラジオもちゃんとやっていくよ。うん、お前ラジオのネタからしっかりしていかないと。
お、握るね握ってくぜ。で、千葉湯は何かあるの？好きなの？俺はね、やっぱ俺ちょっと変わったものとかがあんまり食べれなくて。あ、変わったネタね。え、舌がもう安いっていうのかな。だからネギトロとか卵とかマグロとかもそう、普通のやつしか食べれない、ね。はいはい、変わったのとかあんまり苦手で。あ、じゃあとびっこだとかそういったのは食べれないんだ。そうそうそう、とびっこが出てくるのか変わったものといえばね。そうだね。まあこのガネコのガロさんはね、はい、まあ寿司が好きということなんですけどね。さあ、ガネコのガロさんは何が好きでしょうかね。だから寿司だって寿司っつってんだろ。いや、寿司なんですけどですね、はいはい、メールが来ていまして、はい、ですね、はい、ノネン、ヤス、レオボッポブ、はい、もし読み方間違ったらすいません実際本名読んでない、大丈夫大丈夫です、大丈夫だと思います、はいはい、ですね、まあ、このラジオミュージックタウンでやってるんですかと来ています、はい、あ、こちらはですね、ミュージックタウンではなくてですね、うん、はいはい、コザのパーカーベニュー入り口にですね、ガラス張りの建物があるんですけど、うん、コザ、はいはい、FM コザの中でやっております、はい、生放送中ですね。パークアベニューの入り口、沖縄市パークアベニューの入り口なんで、通っていただいたらすぐ分かるかと思いますね。ガラス越しなんで。ガラス越しです。ぜひぜひ、ね、直接見に来てくれても、直接見に来てくれた僕たちもね、うん、心よく対応して、あーってなっちゃいますもんね。お前もっと反応しろよそこはそこはね、反応したいけど、うん、来てくれたんだって、もうありがたいじゃないですかね。本当に、はい、もう皆さんメールとかこういったのが僕たちのすごく励みになるんで、うん、励みになりますよ、ね、本当に。これからも、ね、メッセージとかいっぱい、ね、読んでいこう。読んでいきましょう、はい。でちょっと森のシーサーさんからも来ていまして、 ありがとうございます、まさかのですね、キッチンハイターってどういう意味っていうメールが来ています。これはですね、一世くんのボケですねこの一世くんがジメジメっていう今週のテーマじゃないですか、はいはい、ジメジメで一世自身もちょっとジメジメしちゃってネガティブになってる、カビも生えちまうよっていう俺の発言に対してのキッチンハイター使わなきゃ、キッチンハイターのカビに使うじゃないですかね、うん、ってことだよね、一世合ってる、うん、説明しないでほしい、恥ずかしいからすまぬいや、森のシーサーさんよくね送ってくれて、ヘビーリスナーさんですね。そうですね、ありがたいです。よくありがとうございます、森のシーサーさん。伊勢さん他にも来てたりするんですか？そのですね、まあまあ、ミキさんもこれ名前読んでいいと思うんですけど、はい、ミキさんという方から、はい、ミキさんありがとうございます。ボケが分かりにくいらしいですね。あ、ボケが分かりにくい。まずこっち、そうですね、どんどん修正していきましょうか。あのミキを、そんなミキを分かりにくいかい？ビートたけしですか？全然似てない。ラジオの人分かんないな。ね、まあまあ。僕たちを知ろうぜ、こんなジメジメしたところでやってるんで、少しでも応援していただけると頑張れよ。タスカスカスって言いましたけど、いやいや、もうこんなにね、お前ジメジメしてるんだったらね、はい、これ明るくパーってなれる場所があるんだよね。あ、どこですか？やっぱさ、明るくなれるっていうのはさ、広大な景色、うん、広い景色でさ、はいはい、この心をのんびりバーッと行きたいじゃん、うん、とっておきの沖縄ってやっぱ自然とかもいっぱいあるし、ああるね、広い場所だっていっぱいあるんだから、うん、おすすめ場所があるんだよ。どこですか？コリンザ。コリンザかい、またこの流れ組んでくれる人何名かしかいないと思う。コリンザはね、うん、もう広いしさ、ジメジメも吹き飛ばすようなね、はいはい、こういう場所だと思うんで、コリンザ禁止な、今日よかったら行ってください、コリンザに。まあ、イブニングアベニューさんがね、そういったコリンザのコーナーをやってくれということがあったんで、コリンザコーナーまだまだ募集してるんで、コリンザのコーナーよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあそろそろ曲、はい、1曲目いきたいと思うんですが、1曲目いきましょう。1曲目がですね、はい、この沖縄で活動するラッパーのレトロ君がですね、うん、曲を流してくださいということで、またレトロ君が新曲作ったみたいなんで、その曲をですね流したいと思います。一世さん、曲紹介の方よろしくお願いします。まあ、レトロ、僕たち前面のレトロの前面、まずレトロっていうどういった人物かっていうのを紹介させていただきます。はい、レトロとは沖縄で幅広く活動している MC で、20歳から活動しています。地元のフリースタイルバトル、飛び入りライブなどに積極的に参加しており、音源では空や MC 監修の CDR コンピマッドリバーボリューム16、17に参加、はい、LHW プロダクション所属 DJ6 月フリー音源音楽集2に参加しています、はいはい、でファーストデモ、レトロ君のデモですね、デモは1というタイトルで県内外に250枚配布して、フリーダウンロード配信で思い出レーベルから瞑想という曲を配信中です、はい、そしてですね、このレトロ君のですね、この夢のまた夢という曲なんですが、どういう曲でしょうか？はいはい、仕事後にイベントに出るラッパーとして使われている時もある。ふむふむ、しかし夢は常に前を向いている。へむへむ、そんなチルソング、うん、空や MC 監修のコンピアルバムでマッドリバーボリューム17、18曲入りで1000円、はい、うまい棒を100本我慢していただければ買えますね。分かりやすいような分かりにくいような例えですが、うん、5月30日で発売していまして、空や MC をネットで検索していただくとネット販売もできますし、レトロ
君自身も9枚ほど在庫があるそうです、はい、でそのレトロ君の連絡ですがツイッターで、はい、ということです。ツイッターのアカウントがアットマーク19、数字の19で、あと小文字でひろや HIROYA 19 HIROYA です。はい、そうですね。レトロ君ライブもあるみたいで、はい、ライブは6月6日セブンス、はい、まあ、沖縄市の近くですね、すぐそこですね、はい、で11月3日にモッツでやるそうです、はい、三浜の方にあるモッツです ね僕たちの前面イベントにもよく出てくれましたね。そうだね、もうとてもいい方で、うんうんうん、ラップもね超かっこいいんだよね。超かっこいい、皆さん一度チェックしてみてください、はい、レトロ。それでは聞いていただきましょう。レトロで夢のまた夢。ツイキャスの皆さん、今です、あのツイキャスの皆さんには音楽とかはちょっとね、そうですね、あのツイキャスとあとユーストリーム動画の方ではですね、あの曲が流れないんですよね。ちょっといろいろね、大人のゴニョゴニョがあって、大人のゴニョゴニョ、はい、なんか超えられない壁コーナーもね、なんかこの時間余っちゃうからどうしようかなっていうのがあるんだけど、なんか一切やりたいのとかある？まあね、やりたいのはちょっとわからない。今日僕たちの友達の方が、はい、わざわざ見に来てるんですが、おーおー、いいじゃん、ありがとう。カップルで来てやがる、おいおいおい、私たち。くそー、どうせ笑いに来たんだろう、俺たちを。笑い笑いよ。あ、全然笑ってないですね。あ、真顔、真顔ですね、びっくりして。真顔スペシャル。裏目に出ちゃいました。出ちゃったね。でもいいですね、こうやってカップルでね。そうですね。僕たちの檻の中を見てくれてる感じで。うん、僕たちのね、この名前もね、はい、うん、イギリスの、ね、王女様の名前つけちゃうかな。シャーロットでしたっけ、そんな感じでしたね。シャーベット、シャーベット似てはいるけど、レトロ君の今曲が流れてるんですけど、かっこいいですよね。流れてます、うん、さあこちらはですね、ニューストリームやツイキャスの方コメントも全然聞こえますので、うん、聞こえます、はい、よろしくお願いします。ガンガン送っちゃってください。あとですね、 SPC のツイッターの方にもですね、メッセージいただければ随時僕はチェックしていますので、よろしくお願いします。ということでね、取れちゃったミキサー、ミキサーまだまだ不慣れですね、お互いね、はい、さあね、まあ始まってこの曲、実はですね、はいはい、もうこれ動画、逆に動画しか、まあ、動画見てる方っていうのはこれチャンスだと思うんですね。なんで、あのラジオ聴いてる人はまあ曲流れてるんですけど、うん、動画っていうのは僕の考えなんですけど、はい、そういった禁止ワードとか低い、本当好き勝手にやってもいいと思う。あ、じゃあ言っちゃいけないこととか言ってるの？言っていいんだと思うよ。上間一世。なんで俺禁止ワードだ。オーケーでしょ。パッピー。ごまかしきれてないからね、ピー入れても。まあ、あれですね。こうやって雨降っていると。まあ、今絶対何も考えない。こう言って雨降っていると。下手ですね。下手ですね。ねえ。絶対何も考えない。こうやってガラス張りの写真とかもガンガン撮っていただければ ね、すごく嬉しいです。僕たちどんどん晒しちゃってください。はいはいはい、まあでもですね、もうせっかくあと何分ぐらいか、今 CM 入りました、はい、今 CM 入りましたね、はい、まあ、いつもちょっと紹介してますけど、僕たちこの2人っていうのは、まあ高校時代も大学生時代も全くモテずに日陰の中に生きてきた僕たちなんでね、はい、そうですね、女の子からのメッセージとかもあればすごく嬉しいんですよね。嬉しいですよね、うん、まあ、ちょっと緊張しちゃうけどね。緊張しちゃうね、確かに、うん、さ、おほうほう、さあ今日はどういう感じ、いっぱい来てる、お、来てますね、定生さんからも。あ、じゃあこれは、うん、定生さんからですね、今メッセージの方が届いたんですけど、これは、うん、また番組が再開したらやっていきましょう。そうですね、聞こえてるよ。ね、こういった打ち合わせのコーナーでした今のは。オッケー。いっせいっせ、3000行って、はいはい、あのミキさんのコーナー入ってない？ああなんでもない。なんでもない。あずきちゃん。ね、森のシーサーさんが3000通ってもうネタバレしちゃってますけどね。何が？
いや一斉のね面白い発言が聞けるんじゃないかな次ね。次ね。明けにトンと。明けにトン。でも本当に皆他の皆さんこの時間帯どういった配信してるんでしょうね。だからね。時間帯この時間どうやってんのかな。うん、あと逆にこのリスナーさんがこの時間どういう状況で聞いてるのか見てみたいな。確かにね。実際やっぱり音がないから寂しいよとかそういった意見もね。こかしましたちょっとね。逆にこういったコーナーやってくれると。いえ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 。いつあと10秒で始まります。お前フリースタイルやらす気ないな。いつも。じゃあ始まりますよ。ちょっと曲入れてから行こう。うん。俺から行こうね。はいはい。はい、コーナーのお時間。よー、やっと来たコーナーのコーナー。コーナー、はい。僕たちね、実はコーナーもちゃんとやってましてですね。実はあります。でもですね、やっぱコーナー前回は、ゼロ件。そうですね、今日、先週はコーナーに対するメッセージがゼロ件でした。うん、そうですね、だからですね、今日はちょっと期待してるところもあるんですよ。千葉優。はい。先週ゼロ件。ゼロ件ですよね。今回、3000。3000?ビリギャルの成長率みたいな3000なんですが、おうおう、今日午前中に大雨警報出たじゃないですか。出てた出てた。それでゼロです、うん、言い訳下手絶対来てないよ、ね、3000件申し訳ございません。スパムメールのコーナーっていうものをね、あ、じゃあスパムメールのコーナーっていうのはですね、僕たちまだ喋りが不慣れなので、はいはい、皆さんにこちらメッセージ送っていただいて、その文章を読んでどちらがうまいかっていう競うのコーナーなんですけど、どうですかね、メッセージの方来てたりします？あ、ただですね、うん、そうです、ちょっとメール、あー、メス、コーナーとは関係がないんですけども、うんうん、実はですね、ちょっと僕の高校時代のお話をしていいですか。あ、いいよいいよ、どうせ来てないコーナーだし、どうせ来てないコーナーなんでね。はい、ですね、僕の高校ですごく綺麗な女性がいたんですね、うん、まあ、今ではモデルで活躍していて、え、すげえ、ナンディ・ミキさんっていうんですけども、うん、はいはい、今だとガロっていう特撮、うんうんうん、特撮映画、まあ、ドラマですね、やっていて、うん、でその方僕クラスが一緒だったんですよ、でこの方だけが、はいはい、遅刻してきたんですね、一人だけ。あ、ははただやっぱ美少女の遅刻ってちょっと絵にならない、うん、なるなるなるでしょ、うんうん、しかも僕たちの高校はリボンを首から巻いて、はいはい、細いリボンを首から巻いて、うんうんうん、皆さんつけたんですよ。やっぱり今はモデルの方は違います、うん、どうだったの？セーラームーンと同じぐらいの大きさのリボンつけたんですよ、大きいボンとか、まあ、そんな目立った、その時から、うん、そう、その時からもう自分そういったファッション関係に行くんだと思ったんですけど、でやっぱ僕は話しかけれなかったわけですよ。あ、そういう感じ、まあ、確かにね、緊張したよね。でも同じクラスだったんで、お、正直気があるんじゃないかなと僕はずっと思っていてですね。ミキさんが？ミキさん。お前に？僕に。いやいや、勘違いでしょ。いや、だって、うん、プリント回す時とかに、はいはい、手が触れ合うし。当たるだろう、そりゃ。いや、目とか合っちゃうし。おお、それはちょっとね、廊下とかですれ違ったりするし。同じ学校だからな。まあ、そういったミキさんから、うんうん、実に3、4年ぶり、はい、メールが来まして。嘘でしょ？それがですね、お前なんか自分でモデルさんと友達だよっていうの自慢になりそうなんで、ね、うんうん、あ、まあ確かにちょっとね、あんまり言いたくないんですけど、やらしい部分もあるよね、うんうん、ただですね、はい、自慢したってこんなメール来たよっていう風な、メール読んだの、うん、すいませんね、ミキさん、ちょっと自慢しちゃいます。おいおい、まあちょっと聞きたいから聞いちゃおうかな、うん、ちょっと聞きたい、まあ、これでちょっと脈があるかないかちょっと教えて、はいはい、皆さんも教えてください、ね、皆さんもちょっと相談乗ってください、うん、一斉の、はい、お願いします。こういうメールが来てます。あ、はい、あ、ちなみに、皆さん、ガロっていう特撮ドラマなんですが、はいはい、今だったら、まあ、パチンコとかでもすごい題材となっていまして、うん、その中で、ね、魔界奉仕かな、うんうん、一番図柄でやってるミキさんなんですけども、はいはい、その方から、その方からメールが3年ぶりに、ちゃんと全国区のような人です、はいはい、実際ですね。で、来たメール読みます。おー、緊張するな、うん、どうせガロとはん、ハイクオリティな特撮映像技術、そして徹底的に構成されたストーリー、あれ、それらが融合して生み出されるミッドナイトアクションホラードラマという、従来にない独特の世界観で視聴者を圧倒し、現在に至るまでファンを魅了し続けている。宣伝じゃないそれ。いや、宣伝だろ。ここまで来たら宣伝です。宣伝宣伝、ここまでは宣伝。いや、メールっていうかね、ラジオを利用したいい宣伝だ、これ。続きがあるんですよ。続き？あ、こっからですよ。なるほど。この、ミキさんは、うん、はいはいはい、一斉に近況、今こういう感じで頑張ってるんだよっていうことを、そうそうそう、この後にね、うん、一斉久しぶりって始まるのかな。じゃあ読みます。続きお願い。ガロは2005年に始まり、うん、今シリーズガロゴールドストーム昭和、10周年に当たります、うん、やっぱ宣伝
宣伝でしょ、ね、びっくりすることにこのあと長文なんです、うん、全部宣伝ですね。宣伝、いやもうほとんど、まさかあんな可愛い子ちゃん、可愛いだけだよもう本当に、読みたくないよこんな宣伝は。本当だよ、なん、うん、なんのこれも。いやもう宣伝、まあ読むけどさ、読めかい、続き読んじゃうの。そして今回のシリーズで初めて沖縄県での映画公開となり、サンフレックスにで舞台挨拶をさせていただきますと。伊勢さん、はい、サザンプレックスですね。サザンプレックスですか、はい、ありがとうございます、はい、で結構長文なんで、うん、せっかく僕たちスパムメールのコーナーというものをやってます、はいはいはい、あの視聴者から送られてきた文面を僕たちどっちが滑舌よく喋れるか、はい、おうおう、やってるやってるというのも、まあ、せっかくなんで番宣じゃないですよ。なるほどね、この文章を使っちゃうってこと、うん、そう、この文章を使ってちょっとやってみましょうか。なるほど、じゃあこの、 あの、うん、ミキさんから来たこのメールを、一斉の勘違いしてしまったメールを僕たちがスパムメールでこれを読んで競うということで、はいはいはい、そうですね、わかりました。じゃあこのですね、メールを僕たちが読んでいきたいと思います、うん、あのリスナーの皆さんにはどっちの滑舌が良くてどっちが聞き取りやすいかっていうのを、評価していただきたいです。そうだね、じゃあ僕からやっちゃっていいかな。君からやって、じゃあちょっと途中から途中からいきましょうね。はい、お願いします。ああモナキッズジャングル、モナキッズジャングル、早く読め、もいきますはい、じゃあ読みます。そして今回のシリーズで初めて沖縄県での映画公開となり、サザンプレックスにて舞台挨拶をさせていただくことになりました。5月30日土曜日15時20分からの会の上映後に登壇となっています。チケットも5月23日からサザンプレックス窓口ホームページより購入できるので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでくださいね。今すぐガロで検索。そして劇場版の続きのストーリーとなるテレビドラマが4月より絶賛放送中で、沖縄では BS スターチャンネル CS ファミリー劇場にてご覧になれますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。どうですか。まあ一回も噛まずによくできましたね。でも抑揚がちょっとないのかな。抑揚がないよ君は。確かに、でも評価するのはリスナーさんだからね。そうだね。じゃあ石津君のちょっと、ね、僕はさっきもやったけど、はいはい、やっちゃう一応、うん、じゃあちょっと同じ文章ですけどお願いします。あ、まあ僕はちょっと君とは違う寄り方でやろうかな、はい、よろしくお願いします、はい、そして今回のシリーズで初めて沖縄県で舞台公開ちょっとすいません、すぐ間違えまして今これ読み方に集中しちゃったよ、間違ったよね絶対。まさかの1行目で間違っちゃったんですけどね。もう一回チャンス与えましょう。もう一回チャンス、はい、違う読み方がいいんじゃないですかね。そして違う読み方、はい、違う読み方ね、よろしくお願いします。どうしましょうかね、はい、じゃあ、そして今回のシリーズで初めて沖縄県、いやいやいや、沖縄県民カミングアウトです。それ似てたかな。似てた似てた似てました。ちょっとこれいいのかな。じゃあそれで通しちゃう。もうそれで通しちゃうというか、もうあとはもうかいつまんで、かいつまんじゃいます。かいつまんじゃいましょうか。ですね、ミキさんがガロっていうやつに出てるみたいです。ミキさん、なんでミキさん、まずネットで検索してみてください。はい、でもすごいですね、こういうモデルさんの方と知り合いにしてくん、うん、いや、うん、まあたまたまよ謙遜しろよもうちょい、まあ、僕が育てたようなもんですかね、はい、伊勢さん、はいはい、メッセージが来ています。あ、お願いします、はい、お名前は二人ぼっちさんからです。 お願いします。はい、先週から聞いています、はい、2人とも緊張感はあるものの、うん、とても上手に回していると思います。あらら、まるで西向井光三氏が2人いるようですさて、そんなことよりも大事な質問です。お、とても大事な質問なので慎重に読んでほしいです。何何、2人とも彼女はいるのですか。以上です。ふう僕の彼女はですね、ヒップホップっていう名前なんですけど僕が、はい、イエーと言えば、うん、あっちはプシュプシュって返してくれる、とってもいい彼女なんですよ。あ、そのキャラでいくんですか。一星の彼女はどんな彼女。いや、俺の彼女、うん、俺の彼女は音楽って言って、うん、かぶったな、うん、やっぱ音を楽しむ、うん、俺がヨーって言ったら、うん、チェケっていうような、うん、そんな純情なやつさ、うん、俺なぞっただけだよねみんな今夜ダンスしていこうぜそうですね、ということで二人ぼっちさんありがとうございます。この西向井幸三さんはあれですよ、今をときめくゴールデンアワーの西向井幸三、ミキトニー、ミキトニーさんって沖縄市で住んで、イケントに住んでるったかな。そこまで言うのお前はいや自分で言ってるんで、もう。あ、そうなんだ。ミキさん、FM 沖縄でですね、日暮らしねるおさん的な感じなのかなと思った。誰ですか4年に1回しか起きないっていう。あ、両津ですね、はい、あ、そうそう、ツイキャスメールさん、うん、
ツイキャスメールさん、ツイキャスメールさんって、はい、あだ名来てますね。お願いします。ですね、こちらはどこを読めばいいのかちょっと分かんない。ツイキャスネーム31さん、31ですね。滑舌判定しますということで、先ほどのスパムメールですね。ちょっと待ってください、僕読んでなかったんですけど、はい、判定されちゃうんですか。されちゃいますよ。お願いします。じゃあ滑舌判定します、うん、はい、右側の方の勝ち。どっちから右側どっちから、どっちから上と下で分かれてないですか。お箸を持つ方が右で、筆勢左利き。じゃあ俺の勝ちなのかな。引き分けかな。引き分けだな。停戦協定、停戦協定、強欲なつぼ、はい、天使のささやき、エクゾディア、エクゾディア、5体パーツ集まれば最高ですけどね。いや、ありがとうございます。右側の方の勝ちということ で、ね、俺か、うん、やったということで、スパムメールですね。ガンガンこれからも宣伝文でもいいですよね。そうですね、もうガンガンこれ読んでくださいっていうの、うん、僕たちも練習になって、うん、送ってくれた人は宣伝にもなるということで、ね、もう本当はさっきのさ、なんで道の野郎の読みたくなかったんだよ。読みたくなかったね。あ、もうまたどうせ最後にまとめていってくれとか言うんでしょ、はい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 、読むと思う。読まないよな、もうそんな。読むけどさ、読むんかい。一応もう一度かいつまんで言いますと、はい、ちゃんと読みましょう。今週の土曜日、まあ、5月30日ですね、はい、15時20分からはいはい、サザンプレックス窓口で購入、チケットが購入できるそうです、うん、はい、うん、場所がね、うん、一斉絶対左側の人だよなお前分かったもうこれで、もうコーツつけられたねこれ千葉さん、はい、場所ってどこか分かりますか。場所、うん、サザンプレックスでしょ。あ、サザンプレックスっていう場所があるんですね、うん、おいおいお前よ、コリンザしか分かんないのかお前の方だけどそれは、はい、そう、サザンプレックスで、来週の土曜日、まあ、5月30日今週か、はい、の土曜日に、3時20分、上映後に舞台挨拶があるそうですほうほうほう、実際にね、はい、出演者が出てくるんですよね。ね、ですね、まあ、今ツイキャスの方でメッセージ来ていまして、はい、本当にアナウンサー希望だったのっていう風に来てますけども。俺が、僕が、伊勢がアナウンサー希望だったの。伊勢、そうですね、一応今就活前は希望な時もありました、うん、あね、ありがとうございます。ならなくてよかったんだと思いますもうこれだったらね、やっぱジメジメしちゃうよ今日は。お前さ、もうポジティブポジティブね、カミって来てました。あ、カミングセンチュリー。ただですね、ちょっと僕も滑舌がいいぞっていうのも、はい、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの超級名の長介左側の人の勝ち。はい、ありがとうございますそれはな、ずっと言えるんだな。これでどうにかバランス保てたから、タイガー&ドラゴン見ていたおかげだねこれね俺の話を聞けた感じですねいやいや、この感じでね、このコーナーもですね、いろいろ募集してますので、はいはい、最後ちょっとコーナーの、ね、募集を、うん、よろしくお願いします。今コーナーしたスパムメールのコーナーですね、はいはい、それの他にもですね、ロマンチック君の瞳に乾杯というコーナーもございまして、うん、こちら僕たちですね、ロマンチスタなんですよ、うんうんうん、なので皆さんにどんな状況でもいいです、どんな状況でもいいので、こちらどういう状況か送っていただければ、僕たちがどんな風にでもロマンチックにすることができますので、はいはい、僕、君の瞳に乾杯。そうですね、なんか森のシーサーさん、はい、もしくは、他のミキさんだとか、はい、ガネコのガロさんだとか、はい、そういったこういうシチュエーションでちょっとロマンチックなこと言ってくれよっていうのをもうガンガン送ってください。よろしくお願いします。今聞いてるラジオの皆さんも、はい、もちろん送ってきてください、はい、あと前回大失敗したラップップっていうコーナーもありましてですねどんな文章でもですね、僕たちはラップにすることができますので、できますね、よろしくお願いします。ラップップのコーナー、それも送ってください、うん、これミキさんの文章も、ね、ラップ出てきたらよかったけどね、聞いちゃうけどね、一応今日はいいか、今日はいいですね、だって5月24日だもん ね今日は違うな、今日はいつやるんですか、うん、じゃあ来週本番ですけど、であとですね、はいはい、もう一つ大事なコーナー忘れてましたね。何でしょう。ライカムと思って言ったらコリンザだったのコーナー。それまだやるんかい。やるやる、全然やる一応どういった経緯から始まったかっていうのを説明してもらっていいですか。ですね、ライカム、うん、と思って行ったんですよ。あれは確かいつだったかな、はいはい、なんか怖いな、うん、怖いな、ライカムの方につどつどって、ね、雨がザーッと降ってきて、雨ザーッと降ってきてね、ジメジメしてなんか嫌だな、怖いな、広いなと思ったらね、そこね、コリンザだったんですよ。ディスペクト稲川淳二だな絶対いやいや、もう全然もうメッセージとかコーナー問わず送ってきてほしいんですけどね。そうですね、本当はね、まあ本当に先ほどの彼女いるんですかだとか、はい、好きな食べ物何なんですかとか、はいはい、そういったメールでも何でもいいです。何でもいいですよ、僕たち何でも答えますんで。何でも答えます、本当に、はい、よろしくお願いします。別に全然クレジットカード番号とかもね言っていくんでよろしくお願いします。悪用する気だろお前それは。はい、じゃあ次の曲も行っていきましょうかね。お願いします。はい、伊勢さん曲紹介、次の曲お願いします。はい、次の曲2曲目ですね、僕たち SPC、昨日
新曲ができました、はいはい、僕たちのちょっと爽やかな感じで作っちゃいました。スタートという曲です。でよる左側の人しっかりしてよ。左側の人今日噛みますね。レフティーレフティー。じゃあ SPC でお願いします。スタート。あ、え、言うよ。かけ聞く結構か。全然言えないね、今日は。受験部しかしてない。受験部、受験部しか言えない。いやいや、はい、もっとボケちゃっていいのか。もっとボケちゃっていいのか。ボケるのって難しいね。難しいが。どっち俺ボケてくる。ボケボケちゃって。もう水かけぞ。もうこれ出血大サービスですよ。はいはい、ツイキャス、ユーストリームの皆さんには。本当はですね、今日は一石ガンガンボケてくから、ちょっと突っ込んでてよ。俺ボケてくからさ、みたいな。そうね。言ってたんですけど、全然ボケてない。全然ボケれないですね。難しいですね。あげくの果てね、噛むっていう。あ、メッセージが。はい。まず、ミキさんからね。はい。なんでモテないんですかと。多分力がないからじゃないですかね。あ、腕力の問題ですか。あ、そっちの持ちですか、はい、いや、そういうことじゃなくて異性を引きつけるモテるわっていう意味だと思うんですけどね。あ、何なんですかね。まあ、ただ僕の場合はなんですけども、まあ先週も言ったかと思うんですけど、はい、第一印象はいいって言われるんですよね。あ、そうだね。第一印象は良くて、デートも1回目はいけるんですよ、うん、しかもちゃんとスマートなとこ見せたいから、はいはい、僕は飲食店でのご飯の会計の時とか相手に、あ、お手洗い大丈夫って言って席を立たせるんです。でその間に会計を済ませて、はい、で女の子が帰ってきたらその店を出るんですよ。そしたらくるくる、そしたら女の子が、うん、え、払ったの私も払うのにって言うんですよ。その時、うん、大丈夫だよ、次飲み物でいいからって決めちゃうんですよね。で僕はそういうお家に請求書をするどんだけ小さい男だそういう風にやるんですけど、ね、努力してるんですよ。努力してるんですけど、逆にそれが重いのかな割り勘がいいのかね。いやいやいや、そういう問題じゃないんだよ、ね、だから女性を引きつける喋りとかさ、面白い趣味とか。一応ですね、女性雑誌とか読むんですよ。読むんだ。ビビとかアンアンとかレイとか、はいはい、なんでミキさんが出てるレイとか、ね、女性ファッション雑誌読んでんの。そうそうそう、読む、一応読むんです。でもやっぱり、まあ、CM で入ります、すいません。ね、あれですよね、ギャル系の雑誌とかの、うん、キャッチコピーがちょっとおかしい。ちょっとこんなキャッチコピーでいいんだみたいな。あ、はいはいはい、あるね、キャッチコピー。まあもうその春だったかな、あれ読んだのは、うん、まあなんかピンクのマフラー着ていて、うん、まあ僕だったらちょっと爽やか系コーディネートとかつけるんですけどね。いいね、春らしい。それに書いていったのは、うん、春の、まあ、マフラーつけてですね、うん、ピンクの羽を持った天使ここに参上みたいな、これ恥ずかしくないですかみたいな。そういうのありました、ね、ガイアが俺に支えてるみたいな。そう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 、メンズナックみたいな感じですねっていうのがあります。あ、あれね、あ、ミス、そういうファッション雑誌とか読んでるからダメなんじゃない。あ、逆にね、テンプレ通りでちょっと読もうかってしてるのかな。あれなんじゃないか、女の子はこういうもんだって決めつけてるんじゃないか。その雑誌とか読んで、はいはい、クレープでしょ、またクレープでしょみたいな。クレープあげとけば喜ばれるみたいな、うん、白いたい焼きでしょみたいな白いたい焼きいろいろありましたねそういう感じなんでしょ。だからダメなんだ、ね、この子に合ったもう、うん、この一人一人見ていかないといけないんじゃない。確かに、うん、一瀬くんはさ、うん、いいオーラが見えるんだからさ、せっかく。なんで急に上から目線君は。いや、とってもいいオーラ出てるのに、うんうんうん、それを使えないのはもったいない。あ、じゃあどうすればいいんですか。やっぱね、女の子っていうのはね、うん、繊細な生き物なんですよ。繊細な生き物だからね、この雑誌で見たとか、はいはい、特にしちゃダメ。ダメ。もう私も、はい、もうアンアンとか読むんだけど。私って誰だお前は、うん、やっぱね、雑誌通りに生きてちゃそれはつまんない、うん、それはつまんない、うん、その子のページに君は乗らないよ、はい、その子のページに僕が乗らない。乗らない。君がその子を特集していかなきゃ、はい、一斉はその女の子の編集長頑張っていこう、そこ、ね、もう袋閉じにしていいですか、今の話は。今の話は袋閉じに、ビリ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 。さあ CM もそろそろ開けます。はい、はい、CM 明けでございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ただいまのお時間は8時35分25、26、27、うん、細かいわ細かいわ。病気ざみのね、病気スケジュールだからさ。じゃあ伊勢さん、はいはい、このね、いろいろメールとかもいただいて、うん、ラジオも3回目ですよ。3回目だね。2回目の次だぜ。2回目の次、まあ、次4回目、次4回目、え、
そしたら5回目なんでお前さっきから細かいんだよ1秒1秒だとかこんな感じからさもう3回目っつったらね、うん、そろそろどっしり構えてまあそうだねどっしり構えてうんじゃあ一斉どっしり構えた話最近どっしり構えたそういう振り方どっしり構えた話ねうん、どっしり構えた話まああれなん、まあ、僕たちどっちはもう20ちょっと待って、どっしり構えた話があるわけないけどすごいな待っとけ今俺すごい頭高速フル回転させたのに止めないでくれオッケーどっしり構えた話あでも全然普通の話だからやめようかいやいややってよまあじゃあどっしりした話ってもうちょっとボケではないんですけども、うん、全くただいまの時刻は8時36分読まさない気だろお前どっしり構えてどっしりと構えじゃあ今度こそ話すよどっしりとした話ね、はい、どっしりとあの僕たち26歳なんですけども26歳だね、うん、だからこのまあラジオもやろうとか、はいうん、仕事もちゃんとやろうとかそういったとこ落ち着かせてるかなと伊勢さんどうしたんですかどうしたすいませんどうしたもこうしたも僕たちの友達のカップルが前を通り過ぎていったんで言葉がなくなっちゃいました実況中継いやすごく幸せそうな感じを見てバイバイ、ね、僕も幸せになりたいなはい、そういうことでね一斉さんが言ってますけども固くんじゃってますただいまの時刻は8時36分もういいわ8時36分となっております皆さん8時37分になりましたよ、ね、いかがお過ごしでしょうか僕の時は止まっていますよもう彼女たちは動いているそうです一斉だからお前のこのどうやって彼女できるのか真剣に考えていけばいいんじゃないかなそうだね、うん、もう皆さん戦略ちょっとあの、まあ、女性の皆さんもどういうふうに、うん女の子こうされたら喜ぶよだとかそうだねアドバイスのメッセージとか募集していこうかな、ねお願いしたいですよ、はい、一斉君にですねどうぞアドバイスをしちゃってくださいよ皆さん、うん、ただですねちょっと僕の経験上なんですけど、はい、女性っていうのはまたさ、うん、女性を一括りにしてるわけじゃないんですけど、うん、少し卑怯だなって思うんですよなんでなんかお前なんでそんなこと言うなんでミスターポポみたいな喋り方ってんのいやいやあの去年ちょっと一緒にイルミネーションを見に行こうって誘った子がいたんですね、はいはい、おいいじゃん僕の中では、うん、もうすでにイルミネーション見に行こうって言った段階で、うん、あなたに好意がありますよっていうアプローチであると思うんですよ、まあ、嫌いな人はいかんけど ね確かに、うんうん、で一応行ってくれて、はい、でそこのイルミネーションは、まあ、ハート型のイルミネーションがありましておそこはカップルで歩けば、うんすごくラブラブになれるというようなゲートがあってですねでそしてせっかくだからじゃあ手をつないで行こうよとおそのハート型のイルミネーションにそうそうそう、はいはい、ハート型にそしたらあっちもあいいよって心よく引き受けてくれたんですね、はいはいはい、で、12月25日だったんで年明けて、うん、僕が彼女にちょっと話したいことを伝えたいことあるから、はいはい、今度会おうよ、ねうんうんはい、そしたら相手もえ私告白されるのかなかっこ悪いみたいな、まあ、そうでしょうね、ね、そういう空気だよね実際会って告白したら、うんうん、え友達と思ってたそんな告白されると思わなかったよ、はいはい、ありですかこれただいまの時刻は8時38分そこに逃げんなお前は8時38分となっておりますでもね、はいはいやっぱさ、うん、選ぶ選ばないとかさ、うんうんうん、あるじゃない一斉はその時は選ばれるまあそうだね自分が好きだったが選ばれる方だったのかな、うんうんまあ、でも、うん、確かにこの友達と思っていたよりは、うんうんうん、すいません付き合いませんって言った方がね、はいはいはい、引っ張りしてていいかもしれないねいやでも手つないでも確かに手つないだ時に、うん確かに予感はあったんですよおどういう自分は手つなごうって言ってがっちり相手の手をギュッとグーで握ってたんですよ、はいはい、ギュッとグーで握ってたギュッと握ってたんですけど、うん、相手はずっとパーの状態でした握ってないお前負けてるやしグーとパーで負けてますもん、うんね、今びっくりしたんですけどね、はい、僕たちのお友達さんが 1,2,3,4,5,100 人100人100人ぐらい稲葉の物置ですねちょっと押さないでくださいよ皆さんピーピーピー入れますんで封鎖中封鎖中ありがとうございます来てくれてじゃあこのね皆さんの前で一斉の赤裸々な恋愛の話を、はいはい、まだやるんですか、まあ、唯一の今日女性の方から送っていただいたんですけど、はい、ミキさんから、はい、手をつないでいいとか聞いちゃダメだそうですえなんでなんですかねやっぱ男らしいとかなのかなダメ手をつないでいいダメ、 ダメなんですかダメらしいですじゃあどうもういきなりつなぐのかなね、いきなり手つなぐのもハードル高い気がするけどね、うん、自分たちからしたら待ち合わせとかで、はい、ごめんまた、うん、バシッみたいな犯罪だねそれはもうそこまで来たらちょっとね、うん、順序踏みたいんだけど僕たち臆病な2人なんでね、うん、臆病な生き物、うん、僕たちはこの世で捨てられた隅に置かれたゴミ聞いてください僕たちの曲で手をつなごういやそういう曲ないです作ればよかったんですけどね作ろう、ね、やっぱりねどうなんか難しいよねこういうおしゃべりとかさ難しいねうんじゃあ当たり障りのない会話していけばいいんじゃない？ああ例えば今日天気悪いねとか
天気いいねとか、はいはい、うん、低気圧来てるねとか、低気圧来てるんですか、高気圧来るのかな、そろそろ全部天気かお前どんだけ表面上な会話よ、あ今日ヘクトパスカル下がっちゃってんね、誰もわからんよやヘクトパスカルの話さ、一世がね、うん、台風の目になればいいんです、その頃全部うまいこと言いようとすんのね一応、まあ、全てを巻き込むようなね、あのこうやって話していて、やっぱ、はい、目の前には僕たちのお友達さんがいるんですけど、うん、誰も笑ってないって、ね、それが一番プレッシャー誰も笑ってないんですよ。何名、今日10名くらいいそうなんですけどね、はい、誰も笑ってくれないです。でも幸い、はい、俺座ってる位置がですね、はいはい、まあ、皆さんも見えない位置なので、なるほど、僕はバッチリ見えてるんですよ、横からガンガン矢印飛んでくるあえて見てないのね、あえて見てないです今緊張しちゃうんで、ね、皆さん、本当にパークアベニューの入り口に来たらどういった放送してるのかっていうのが見れます、はい、はい、見れますので、ぜひぜひ足を運んでいただいて、うん、そうですね、見るなり焼くなりお願いします、コロスケなりということで言っただけ言っただけ言いたかっただけ言いたかっただけです。いやでもさ、はいはい、この5月、5月後半ですよ、うん、6月来たらもう夏だよ、うん、夏だね、6月、うん、夏バーベキューの月、バーベキューの月、バーベキューの月、6月はバーベキューの月なんだお前の中にいやまあ確かにね、うん、僕も彼女できるのはもうこの夏が一勝負じゃないかなと思ってますよ。夏はもう外に遊びに行きやすいし、うん、こうみんなで集まってワイワイするっていう場面も多いから、あるね、やっぱそこで一斉モーションかけて、うん、あ僕肉焼いとくとか、はいはいはい、ビール買ってこようか、オッケーオッケー、あ車ない、あ僕送るとかさ、うん、あなんか俺やろうかみたいな、うん、なんで全部雑用か俺だけもっと主役に持っていってよ俺が付き合いたいんだったらいやいやそこまでやらないとやっぱり、いやいやいや、やっぱりでもそういったのは、うん、やっぱり僕がさりげない優しさとか見せればいいのかなと思いますね、うん、ハイチュウ食べるとか、ハイチュウ食べる、うん、中学生か、うん、プッチョあるよとかさメントスあるよとか、はい、全部そういったタブレット系だろじゃないよじゃないよ、なんか僕が肉焼くって言って、はいはい、女の子もじゃあ先に食べてとかね、あなるほどね、そういうバーベキューやりたいですよね、あ肉美味しそう、いっぱい焼けてる、入れよ、あ、まあ、これ、まあ、コントに入ろうとしたそう、導入導入、すいませんでした、どんどん圧がすごくなってきております、そうですね、外からだんだんね、ね、もう見る見ないことはできないですね、もう怖いですね、怖いです、でも皆さんね、あこんばんは、こんばんは、はい、伊勢さんメッセージとかもガンガン、はい、ツイキャスとか来てない、大丈夫、ツイキャスね、あいちゅう200、お200来てる、あ250、あちょっと大雨で流れちゃってますね言い訳下手かお前さっきから来てないですね、最初から来てんだろ、うんうんうん、いやいやね、このラジオね、でも森のシーサーさんから、はい、SPC 流の告白の仕方とか気になりますと来ていますが、うん、でも男らしくですよ、あ告白なんて、告白なんてどういう風にやるんですか、うん、俺実はガンなんだ、そういう告白そうやって弱みにつけ込むの、いやいやこれ冗談でね、うんうん、やっぱりだこの告白っていうのは一世一代の、うん、まあそうだよね、うん、時なんだから女性に対しても、ね、はっきり言わないとね、うん、お前俺好き打つ飲む買うみたいな三段論法ですけど、やっぱそういう感じで告白してない、なんか、うん、じゃあ一世の今までの告白というものはどういうものだったの、あ僕の告白ですか、うん、僕はねやっぱ直接会ってお話ししたいんですけども、はい、やっぱ告白しようとしてもそれを遠回し遠回しにしないでくれってオーラをやっぱ出されますね、相手が気がなかったら、あもうちょっと壁をファイヤーオールしたんだ、そうです、もう会った瞬間に、まあ、そういう雰囲気出てたのかな、僕が会おうって言ってたから、うんうん、開口一番に相手がなんか私今忙しくて付き合う気ないんだよね先生パンチですよね、いきなり言うんだ先生パンチ、うんうん、でまあせっかくね自分も相手に告白した方が10年経ってもこの人告白してくれた人だって記憶に残ってほしいから告白するんですけどもかっこいいね、ちょっと一番ショックだったのが、はい、告白してあごめん気持ちは嬉しいんだけど、うん、ちょっと今回ダメだからごめんねって言われて、うん、これ会って今2分ぐらいなんですけど、うん、でそれであ3時半に予定あるからって言われて5分ぐらいで帰られましたねでもこれ長らくいても喋ることないさ、ないけどなんかもうちょいいたわり欲しくない、自分に対して、じゃあさ、まあ、直接会うってのも一番だけど、うん、手紙とかいいんじゃない、手紙、あー手紙の告白、メールとかやっぱ味気ないやし、 LINE とかさ、うん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 、もうスタンプ1個で告白みたいな、スタンプ1個、うん、ゆとりっ子もびっくりだぞゆとりっ子まあ自分たちもゆとりっ子だけどね、はい、だから手紙とかに、うん、この気持ちをね、はいはいはい、いろいろ書いて、はい、なんか逆に皆さんどういった風に告白したとか手紙とかこういう風にね、一行一行みんなで集めたら最高の文告白文ができるんじゃないですか、うん、やっぱ手紙っていうのはさ、もう直筆でさ、うん、心もこもってるんだからさ、はいはいはい、うん、
茶谷第二小学校卒業、うん、資格、うん、ワード、うん、エクセルみたいなちゃんと書けばさ、うん、お前は届くと思うんだよね。それ履歴書だろもどこに送る俺は。いやお前のさ履歴を増やしていこうよあ僕の履歴をね。そうそうそういうふうにどんどん。あはいとですね、はい、ツイキャスメールで、はい、やっぱり滑舌は右の人の勝ちだそうです。右俺右多分君。ああありがとうございます。右は僕です。名前も言っちゃって。俺はあの、うん、あ、そのなんでそこで自信なくす堂々としましょう。はいどうも千葉優です。あと一世ですね。よろしくお願いします。ということでね、じゃあ一世さん、はい、そうそう3曲目。そうですね、いきましょうか。3曲目の曲です。はい、ラジオを聞いてる人はチェックしてください。かかと、はい、ヒップホップグループです。かかといいとこという曲です。届いてないね、はい、届いてないらしいです。見に来てくれた人ありがとうございますっていうのと一緒にね、ごめんなさいっていう気持ちもあるね。今は聞こえてるのかな。聞こえてる聞こえてる、外には聞こえてる。今は聞こえてる。あ、外には聞こえてるらしいですね。なんて言う、送るってスパムメールのコーナーあれ来てる、てない。今ラップはよとは来てるけどね、森吉さんから。森吉さんから送ったんかな今。送ったんで、ハイサイ探偵団のモーリーさん、はい、ラップはよっていう、なんか何でもいいんで、もう文適当、そこら辺の広告でもいいんで送ってく来てください。あ、そしたらラップしちゃいますもんね。みんな食べるぜヤング。何ですかそれは。キンコン。なんでキングコングのシーン。私ハッチパチパッチ、小さな頃から大きな頃まですごくうろ覚えだね。そこその辺しか覚えてないからね。あ、そうそう、ツイキャスでは音楽はない、はい、ないです。そうですね、残念ながらラジオの方でしか曲はですね、うん、流れませんので、すいません。著作権の問題だそうですね。そうらしいですね。なので今回はね、著作権フリーな僕たちの素晴らしいトークをBGM 代わりにしていただければと思います。確かに、でも1回目2回目よりは落ち着いてできたんじゃない。そうね、いいよ、落ち着いてるけど、うん、まだまだだね。確かにね、まだまだ感は出てるね。でもお前一番最初に送っていただいた方は覚えてる、ラジオネーム。お前さ、はい、3回目の今日、うん、覚えてるよ。一番最初に自分たちにメッセージ送ってくれた人よ、うんうん、全然覚えて。言っちゃっていいの。いいよ。パラダイスアフェニュー。全然違うけど、イブニングアフェニューさんだからね。一番最初のメッセージ覚えてます、覚えてます、うん、今日は来てないですね、イブニングアフェニューさん。イブニングさんね。イブニングさん、あ、ユーストリームも音楽聞けないのって来てます。ユーストリームもそうなんですよ、うん、動画はですね、ちょっと聞くことができなくてですね、できない。やっぱラジオのみ聞くんですね。なのでなんですね、このユーストリームツイキャスのこの CM の時間とか、音楽が流れてる時間とか、この時間帯どうするかっていうのをまだ決めてないです。じゃあちょっとメッセージをお願いします。こんばんは、金子のガロと申します。よ、ガロさん。彼女と一緒にご飯を食べながらユーストリーム見ています。お、ガロさん。二人の恋愛失敗トークのおかげでとてもご飯が美味しいです。ガロの野郎ガロの野郎、飯馬状態ですね。金子のガロの野郎大山に引っ越しちまえ。ちょっと近いですよまあまあ、でもそういうね、僕たちの失恋 トークか、うん、ご飯が美味しいんだったらな。それでよかったよ、僕たちのね、うん、いいスパイスになってくれたらいいですよもう一番最初、本当に純正にメールが来てくれるのが楽しみですね。はい、お聞きいただいた曲はかかとでいいとこです。はい、カットインしてましたすいませんということで、今のこの声は外の方聞こえてるんですかね。あ、何ゼロ聞こえてる、あ、OK、あ、目玉、うん、言ってますけどね。じゃあこれからですね、エンディング、エンディング、もうそんな時間。そうなんですよ、実はエンディングなんで、ね、エンディング。どうした一斉、ごめん、ちょっとテンション上げようかなと思って最後だけいきなり大きい声でエンディングって言っちゃったけど、じゃあ行きましょう、エンディング。言うんかい、お前、ね、うん、僕たち第3回目、今回のテーマはジメジメということでしたけども、うん、少しでもね笑っていただいて、はい、ジメジメした空気を飛ばせてくれたんですかね。できましたかね。最初から僕はもうネガティブな感じになっちゃいましたからね。そうだよ、こんな視聴率も悪いような番組、来週はもう終わってるよ。やめろおい
ジメジメやめろ。終わりよければ全てよしでいいかな。そうだよそうだよ、うん、ちゃんとね今回から次からね高気圧ガールでいきましょう。本当に高気圧ガール、はい、全て男でいいよ俺たちはじゃあここでねちょっとメールアドレスのお知らせをもう一度やっておきましょう、うん、伊勢さん、はいはい、メールアドレスをお願いします。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、はい、761@fmkoza.jp です。はい、そしてツイッターは、ツイッターは spc_沖縄、 spc_沖縄です。はい、ありがとうございます。こちらにね、うん、どんどんメッセージの方よろしくお願いします。はいはい、今のとこ漏れなく100発100集で読まれますんで。読まれてます。あとですね、うん、伊勢さんエンディングテーマを流しましょう。うん、お願いします。エンディングはい、エンディングテーマあったね、そういえば、エンディングパート2のコーナーですね、これはまた。エンディング1回目でしょ、エンディング、ね、1回目さあ、それではですね、やっぱりね、うん、僕たちのこの話のトークでですね、ジメジメした気分もですね、うん、少しでも晴れたらなと思いますね。そうですね。伊勢さん、それではメールアドレスの方よろしくお願いします。またかい、もういいんじゃないメールアドレスは。いやいや、一応761@fmkoza.jp です。はい、よろしくお願いします、ね、ツイッターはいいか。もう皆様のパケットを少し分けていただいて、うん、メールを送っていただいてよろしくお願いします。僕たち力をください、ね、今日いっぱいちょっと宣伝したから、レトロ君のもミキさんのも何個かやろうか。そうだね、レトロ君、うん、今日ですねレトロ君の曲を流しました。レトロ君の曲で夢のまた夢、とってもかっこいい曲でしたね。とてもかっこよかった。であと、はい、今日もう一つ、特撮ドラマのガロというドラマ、はい、まあ今週の土曜日30日に、舞台挨拶があるそうです、うん、サザンプレックス。お前サザンプレックスに弱いのか、なんかあったのそこで3時20分から、はい、上映会がありますので、その後にこの、ディアン役のなんでミキさんも、はいはい、出演してくれるそうなんで、いいですね、ぜひぜひ皆さんもよろしくお願いしますということでですね、あとコーナーの紹介ちょっと最後にしていきましょうか、ね、お願いします。コーナー募集していますのはスパムメールのコーナー。スパムメールよ。こちらはですね、僕たちにですね文章を送っていただいて、僕たちがどちらがうまいか、読み方がうまいかを競うコーナーですね。そして、ロマンチック、君の瞳に乾杯。君の瞳に乾杯、はい、こちらですね、皆様にどんな普通のシチュエーションでもいいので送っていただいて、うんうん、どちらがあのよりですね、あのシチュエーションうまくロマンチックにできるかっていうコーナーですね。そうだね、まあオーソドックスに車内ドライブだとか、そんなのの多いです。車内ドライブ、車内車車内ドライブ、あの iCloud とかそういう中で車内ドライブっていうなんかストレージがあるのかな。いや、ドライブでいきすごいね、波動拳のコマンド打ったら出るのかな、車内ドライブわさめみたいですけど、いやまあまあドライブ、ね、頭痛が痛いみたいになっちゃったけど、まあ、ちょっと重複してしまいましたけど、ね、ドライブの時にねとか、このいい句ね、まあ、あの誕生日とか、まあ、朝食、はいはい、ラグビー野球とか本当にどんなのでもやっちゃいます。そうですね、僕たちはロマンチックにすることができますので、うん、はいはい、あとですね、あのラップップのコーナー、ラップップのコーナー、こちらはですね、あのどんな文章でもラップにすることができるということで、あの僕たちに文章を送っていただければラップにすることができますというコーナーですね。先週大不評でしたね、大不評のラップップ存続の危機、一応まだやってきますので。あとはですね、コリンザと思っていったらライカムだったのコーナーですね。まだあるんですね、それは気づいてない、今逆だったんだよあ、そうなんですか、うん、コリンザと思っていったらライカムだったのコーナー、あのそういったフェイントはちょっとできないんでお願いします。はい、そうですね、右の方左の方分かれてますけど、ね、次からは ねちょっと番号とかさ、そうだ、ね、置いてやってみようか。左が上間一成です、はい、右側がですね、あの僕の名前、あのめっちゃ噛むやし最後千葉雄です、千葉雄介、お願いしますね、うん、いいですね、ここら辺でじゃあ皆さんまた次回もよろしくお願いします。お願いします。はいはい、はい、喋っていたのは千葉雄でした、一成でした、あと3人いたら SPC でした。バイバイ、ありがとうございました。外のみんなもありがとうね。ツイキャスとか、はい、今ツイキャスユーストリームがまだ入ってるということで、ね、ツイキャスユーストリームの皆さん、うん、ありがとうございました。今日もどんだけ髪を短くお前畳めばこうなっちゃいましたけど、月まで届かしたいのを折りまって8回畳めば月までいけるいや、ありがとうございます。じゃあ皆さんまた来週、はい、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。